え旦那方分発達障害です。多分アスペルガーです。いつもイライラしていて、とても自己中です。子供も突然消えて駆かけ回しているようですが、暴力を振ります。<laughs> アウトですね。えー、本人はストレスがひどいらしく、その原因が周りの人間にあるような言い方をします。自分にも原因があるんじゃないかと言っても、全く自分は悪くないと思っているようです。えー、ストレスを感じるあなたの考え方を変えたらいいんじゃないかと言っても分かれません。何か彼の考え方が変わる方法があれば教えてください。えっと、子供を殴るたびに、あのその旦那さん殴ってください。結局、あの自分が相手に対して暴力を振るっても、 あのダメージがないし損がないのでそあの要は自分の感情を優先して暴力を振るうのが正しいということになってるんですよ。なので暴力を振るった場合にデメリットがあるっていう状況をちゃんと作らないと悪化するんですよね。その自分が気分ががが気悪悪くなっているそれは相手が悪い が気分が悪くなってるのは相手が悪いんだから、殴るのも当然でしょ。だって相手のせいなんだもん。っていうのがどんどんあの強くなってしまうので、なので、暴力を振るった時点で殴るとか刺すとか、あなんか武器を使うとか、あとまあ警察に通報するとか、きちんとそのやらかした場合は損するよねっていう構想を作らなきゃいけないと思うんですよね。多分、その大人だからそこまでしなくても分かるでしょうっていうので、話し合いで解決しようと思ってるんですけど、残念ながら話し合いで解決しません。で、これ、発達障害ではないです。ただ、の頭の悪い短気な人も同じことやります。なので、じゃあ、その場所にヤクザがいたら、子供殴るかっていうと、絶対殴らないんですよ。 要はそのヤクザを怒らせたらまずいねみたいなのがあるので目の前にヤクザがいたら何か嫌なことがあってもきっと我慢すると思うんですよ。まあそれで我慢できなかったらそれはそれと面白いんですけどっていうのがあるので単純に自分より弱いものに対しては暴力を振るっていいって考えてるのでなのでやり返すぞ弱くねえぞっていうのを見せるためには暴力であの体力勝負でやったら負けると思うので刺しちゃった方が早いんじゃないかなと思います。で一回刺すとあのまあ警察だったら誰かもしれないですけどその後もう一回刺されるかもっていう恐怖感があるのであんまりやらなくなるんですよ。 あ後にあの殴り返されてあの大変なことに1回はなると思うんですけどとはいえだと1回でも刺してくるやつが家族にいるとあのこれやったらまた刺されるかなっていう恐怖感がどっかに残るのでそういう意味であの動物を除去するときはやっぱり無知で殴るとかちょっと暴力を与えてそのしつけるっていうのはあるんですけどなのであの体力がないんだったら刺すっていうのがいいんじゃないかなと思います。